Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Il est temps de démarrer la mise à jour 2.1, si je ne dis pas de bêtises. Et on va aller voir pour ça, hop, la première quête au niveau de l'hôtel. Hop, on recule, ce sera plus ça, voilà. Bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, l'abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Ah, 僕もこの光景を目の当たりにした時は、君と同じような顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手のロビンだ。え、comment est-ce possible？一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないなら、ハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパニーのことを嫌ってるから、絶対に嘘は言わないよ。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部。最も単純な光塩水の表現技術だ。ガーデン・オブ・リコレクションの承認を受け、カンパニーが所有しているね。ここまで来ても、君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うかい？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では、すべての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいたら、強制的に目覚めさせて、現実世界に戻れるようにするってね。彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、破られることのない堅固な防衛線を築いてる。その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて、ファミリーの許可がなければメモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすました招かれざる客、正体を隠した司令。アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の犠牲者になるのは誰かな。 J'avoue que depuis、la mise à jour 2.0, donc、la précédente mise à jour, le jeu a pris une tournure un peu plus sombre et manipulatrice.Manipulateur au niveau des informations qu'il donne, pour pas que ce soit trop simple de savoir qui a fait quoi. C'est pas évident de croire quelqu'un maintenant qui n'est pas de son cercle d'amis. De toute façon, que quelqu'un pourrait tenter de se faire passer pour lui. Donc ça fait beaucoup. Oui, en effet, ça fait beaucoup. Mais pas nécessairement dans un seul sens. D'accord. Tu peux décider de toi-même.信頼を築くには時間がかかるからね。僕は喜んで待とう。ただ君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えているってこと。くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったらヨミとは確実に距離を置く。何しろ
影に隠れた怪物に比べれば表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。そう思わないかい？でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がないなんて誰が言い切れるのかしら。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。歪曲や付け足しは一切ないわ。カンパニーはガーデンと違って記憶にできることはかなり限られてるからね。それについては君もよくわかっているはずだ。マイフレンド、回りくどい話はやめて単刀直入に言おう。僕は個人的に請求列車と協力したい。前から言っているように僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのはあくまで仕事のため。僕はカンパニーのために失われた財産を取り戻したいんだ。わかるだろ？つまり辺境の監獄の所有権さ。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから、今回だってきっとロビンの死を隠し通してみせるだろう。このまま静かに泡となって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろ。だからマイフレンド、君の助けが必要なんだ。Je ne peux pas vous faire confiance. 大丈夫。無理強いするつもりはないからね。それに、僕が求めてるものは決して多くはない。まずは、僕の話を最後まで聞いてくれないか？C'est la moindre politesse, même si j'ai pas envie. 僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。それを崩そうとするなら、先にいくつかのほころびを作らなくちゃいけない。ほころびが生じればカンパニーにも取れる手段がある。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、交渉のチップも手に入ってファミリーをテーブルにつかせられる。僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのはこの瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの介入を全力で阻止しようとしてくるだろう。でもきっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちを必要とする理由だよ。請求列車の名声は広く轟いているから、調和も君たちには公正な評価を与えるはずだ。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカンパニーの仕事を全うできる。これぞウィンウィンってやつさ。J'ai quand même l'impression que tu gagnes beaucoup plus, mon grand. Techniquement parlant, on connaissait pas Robin, hein. Voilà quoi. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est plutôt Luciole. Et encore, on l'a rencontré il y a peu. Vous voulez abuser de la confiance que nous accorde la famille ? Essaye de donner une réponse, il n'y a pas besoin. Je vais retourner à mes amis et parler avec eux. Cette femme de navigateur est très connue, donc elle va savoir le prix de ce contrat. Oui. Je vais vous donner mon adresse, donc si la conclusion sort, dites-moi. Ah, et puis, prenez ça aussi. Pour continuer à faire des recherches, il faut des fonds. Tu peux te voir ? Ne t'en fais pas, prends-le. Merci beaucoup. Alors, à bientôt. Je peux vous dire que 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 je
心から楽しみにしているよ。アベンチュリン、言うだけ言って言っちゃったな。確かに無理強いする気はないみたいだけど、なんか引っかかる。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。50,000 crédits. Fiomentekiniwa, Kono Torishkiwa, Anatani Demeritoa Nayoni Mier. Demo, Aventurin Sanwa Kashkoi Shonin Dakara. C'est profitable. Tanjuna Harazmori de Wanai de Shone. Honnêtement, d'où est-ce que ça veut profitable? Oui, à la justice, je suis totalement d'accord, mais je connais pas Robin.On l'a à peine croisé. Et lui, entre guillemets, s'il arrive à trouver la faiblesse et à réussir à négocier avec la famille, il récupère, entre guillemets, l'hôtel prison. Parce qu'avant que ce soit l'hôtel, c'était une prison. D'où est-ce que c'est pas plus profitable pour la CPI, sérieux?何か感じ取ったのか、あえて話題を死の真相に誘導してあなたを彼の論理に巻き込もうとした。Alors, en effet, je devais savoir la vérité pour Luciole, mais techniquement parlant, Luciole, on l'a rencontré à peine quelques jours avant, hein? Oui, il y a des liens qui se sont déjà noués. Tellement d'accord. Mais au niveau de la transaction proposée,Si on reste totalement à plat, si on fait fi un minimum des sentiments, la transaction est quand même beaucoup plus avant l'avantage de la CPI. Bon, si on y met les sentiments, peut-être pas. Ça va dépendre de tout un chacun. Mais quand même, de là à affirmer que...言わざるを得ないわ。J'aime bien. Est-ce que je peux lancer un dé, s'il vous plaît? J'ai la carte de la sécurité. 今の状況を考えると、確かにそうね。でも、長い目で見たらどうかしら。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は一つだけじゃないわ。暗い森の中で狼の群れに囲まれた時は、まず自分が逃げられるようにすることが大事なの。他の問題については。あら。Est-ce que c'est la mort qui a tué Robin? Deux événements sont des personnes qui ont été tuées par le même assassin. Je ne veux pas dire que ce grand blessure ressemble à une lame de serpent. Ce moment violent de la lame, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Oui, mais ça ne fait que penser au marché. En plus, dans le monde du chaos, il y a des possibilités de tuer quelqu'un à la mort.Peu probable, mais pas possible. Et ça pourrait être totalement autre chose, une entité mémonique de la mort. Mais, 最も特別な客人でしょうね。さっきアベンチュリンさんが言ったように、彼女と距離を置くに越したことはないわ。Parce qu'elle est spéciale qu'il faut nécessairement l'éviter. Bon, la seule chose que moi qui me dérange, c'est son dialogue à plusieurs couleurs. Ça m'intrigue. Ça pourrait montrer quelque chose, mais à voir. Est-ce que vous avez remarqué autre chose d'inhabituel ?相次いで二人の犠牲者が出た。
Mais merci. Je t'ai pas demandé d'autre chose. Son coto zitai ga ijou sugiru wa. Kandaerareru kanonsei wa 2つ。一つはピノコニーの無教の崩壊が少しずつ加速していて、それが死を異常なまでに活性化させ、ファミリーの心がもろくなり始めているという可能性。もう一つは、すべての行動が何者かの計画によるものだという可能性よ。Pourquoi ce serait seulement une de ces possibilités-là? Ça peut déjà être les deux?Et ça peut être totalement autre chose auquel je n'ai pas pensé et que le jeu est... et que la personne essaie de ne pas nous dire pour l'instant. À voir.何もかもが突然すぎて、私も推測することしかできないの。ここを出たら、ちゃんと仲間と話した方がいいわ。あなたたちが混乱した思考の源を明らかにできるといいのだけど。さあ、こっちに来て。短い道のりだけど、はぐれないようにね。うん。Est-ce que nous serions la prochaine victime? Qu'est-ce que...Sam!ここから出られるわ。私たちもお別れの時間ね。まるで全てが悪夢みたい。残念だけど、記憶は嘘をつかないの。私たちがさっき目にしたことは、全て実際に起こった現実よ。目が覚めたからといって、頭の中から消えることはないわ。でも怖がることもない。ただ心の選択に従えばいいの。私たちはそうやって世界を渡り歩き、さまざまな影を残して、最後には大切な思い出を残してきたんだもの。ああ、ちょっと待って。これは私からのささやかな選別よ。いつかあなたが記憶域の深海に飲まれ、運悪くメモキーパーの助けも得られなかったとしたら、それが私の代わりに道を示してくれるわ。私も義理や人情は大切にしているの。あなたに隠し事をしていたお詫びだと思ってちょうだい。Merci. On va se contenter de merci. まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。だからここでお別れしましょう。次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか楽しみにしているわ。Poyo, tu es toujours à l'hôtel du rêve de, du pays des rêves? Poyo, Poyo! Il y a des problèmes? On a laissé séparer dans la zone de mémoire, mais Poyo est avec la protectrice de la mémoire. Je ne tiens plus. Au secours! Marche, du calme. Est-ce que je dois venir donner un coup de main? Pour le moment.Pas de problème. Dites-moi si vous avez besoin de moi. L'hôtel rêverie du monde réel est calme. Il ne se passe pas grand-chose. J'ai fini d'enquêter. Où êtes-vous? Poyo! Poyo, content de voir que tu vas bien.
Cette dame t'a rien fait, pas vrai? Désolé pour ce qui est arrivé à Luciole. La scène a été bouclée par la famille. On termine les dernières négociations avec leurs représentants. On se retrouve plus tard près de la statue de Crelou. Famille, le président. Himeko, tu es bien? Donc la statue de Crelou. Ok, ça va. Ça peut être une idée. Je remarque un petit truc de seconde. On va vérifier. Je vais te remettre le son un peu plus fort. Katana o yuku toki desu. Ranger. Hunter. Mada yume o miru ka. Jibun no sei de shinda mono no yume. Ok. Douyara. Shouhai wa saisho kara kimatte ita yo. Karera wa mada ikite iru. Sore wa anata mo onaji da. Anata ni wa mada sentaku no yochi ga aru. Sono orugoru wo oite.サルガイ選択壊滅の血の道にためらう余地などない。トフェとのエンマ、たとえあなたが命を捧げたとしても、あのアイオンの恩寵は受けられない。レンジャー、お前が歩んでいるのは狂愛な遵守の道。理解できないのも無理はない。私たちは炎の中から誕生した。炎を浴びて生まれ、広がり、焼き、破壊する。薪が燃え尽き、全てが死の灰になる。燃焼はエンマの一生であり、始まりと終わりでもある。私たちは生まれた瞬間から死に向かっているのだ。この世の万物は壊滅のために生まれてくるという宇宙の真理の一側面を貫くためだけ。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが、彼らはあなたのために必死に生きる機会を勝ち取った。あれらは私の子だ。かつての私と同じように、まだ白熱していない火種だ。まだ若いから責めることもない。しかし私の炎はすでに弱まっている。残された時間も少ない。遠くの宴の星が見えるか。私はあそこに煉獄を持っていく。ゆえに、ここでお前を超えなければならない。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上で、お前は私の遥か先を歩いているからだ。司令。お前は自分の正体を隠せない。その刀を抜くがいい。私たちはここにとどまり、死闘を繰り広げることになる。なぜなら、私がそうすることを選択したからだ。壊滅とは壮麗な瞬間だ。醜く存続を求める一生は
あまりにも長すぎる。たとえその答えがあなた自身を破滅させるものであったとしても。答えは重要ではない。重要なのはお前の存在と同じくそれが存在しているということだ。全ては滅ぼされるために存在している。司令とて例外ではない。虚空の中でも美しい夢は生まれる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。J'aime bien cette phrase. On appelle l'impossible, c'est juste parce que c'est pas encore arrivé. J'aime bien. わかった。受けてたと。お前はこの世界で最も輝かしく、激しい炎を目の当たりにするだろう。この燃え盛る光が、お前の底知れぬ夢を照らせるよう祈っている。底知れぬ夢、その通りだな。だがあなたは一つ誤解している。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲や軽蔑が理由ではない。この刀は私が人に見せたくない秘密なんだ。ただ敬意を表して。あなたには正直に言う。遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くことを願う。私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番ですか。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あなたも例外ではない。あの開拓者、あなたは彼を殺そうとしなかった。あなたが手を出したのはあくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。なぜだ。運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要はありませんし、欲しいとも思いません。彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰も避けては通れない。しかし結末が訪れるまでは私にも選択する権利があります。ですがあなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。あなたは一体何者なのですか。おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、性格反対について知っていても不思議ではない。それだけのことだ。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。だから私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰かわかる。どうだ、
鎧を脱いで話す気になったか。まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。これは双方にとってメリットがあると思います。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無教の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがあなたの口からそんな言葉が出るとは思わなかったな。それでこれからどうするつもりだ。あの開拓者はブラックスワンに連れて行かれた。彼を探しに行くのか。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。ヘリオが私に与えた指示は一つだけ。それは請求列車に共に大いなる遺産を負わせること。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果はご覧の通りです。私は今ここであなたと対峙している。つまり失敗しました。脚本には逆らえないということですね。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。まあいい。別れる前にもう一つ聞いてもいいか。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか。運命が見た未来の中で私がどういう脚注を残したのか知りたいんだ。残念ですが、一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか、自分のせいで死んだ者の夢を。答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき、夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。Intéressant tout ça, mais...ホタルのことはブラックスワンから聞いたけど、まさかロビンさんまで。ごめんなさい、あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。本当にあのメモキーパーの言葉通りになっているが、みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだできることがある。例えば犯人を見つけたりとかな。まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出したことがあるの。美月ちゃん、私たちが交渉したファミリーの代表が何て言ってたか覚えてる？七死人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするためファミリーにご協力くださいって言ってた。あれってホタルのことだよね。今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたいだった。それにもっと前に起こったはずの事件についても口を閉ざしていたわ。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。この件が広まればピノコニーは文字通り血の川になっちゃうから。
だがその直後に起きた2つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求めざるを得なくなった。調和セレモニーが目前に迫っているから彼らも手が足りなかったんだろう。それに蛍の件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから、成り行きに任せてたくさんの人を巻き込むことで状況をコントロールしようとしたのかもしれないわ。この2つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒しているのはよからぬことを考える訪問者でしょうね。例えばあのカンパニーの死者とか。Il prépare un mauvais coup. Ah, それに彼はあの巡回レンジャーを告発した。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。アベンチュリンが黄泉を告発した理由もかなり微妙な気がするけど、彼の話を信じていいのかな。こうなって今私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めてできるだけ多くの可能性を並べてみよう。それから矛盾を一つずつ取り除き、残った事実が少なくなるほどそれが真実である可能性が高くなる。ただこれだけ多くのことが起こっても俺たちは遺産の渦の中をぐるぐる回っているだけの気がするな。今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも調査を始める前にファミリーとアベンチュリンには何て返事すればいいの？これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。列車の乗員の人格を信用していなければ外部の人間にスキャンダルと呼べるような事件の調査を依頼したりしないもの。それにここはファミリーのテリトリー、彼らと手を組むことは今後の行動においても役に立つはずよ。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は俺たちと交渉する時こそ意識して腰を低くしていたが、言葉に出さないところではじわじわと相手を追い詰めていた。彼は感情と論理の両面において相手を納得させる説明をしている。無理強いはしないと言ってはいるが、その意図は明らかだ。だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。アベンチュリンさんはわずかな言葉で自分の手腕を見せつけた。利害さえ一致すれば頼もしい味方になってくれるだろう。俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。カンパニーと協力することはバランスを取るという意味では悪くない。どちらかに別の企みがあったとしても俺たちは関係を断つことができるからな。つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。ああ、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて判断するしかないだろう。理屈はわかるけど、ここって悪いやつが多いからそのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。こいつだって何度もひどい目に遭わされてて、正直もう見てらんないよ。Alors, j'ai mis les deux premières sessions derrière. On a pas mal devenu nos objectifs. Je lui ai soutiré pas mal d'infos moi aussi.Les infos qu'il a bien voulu donner, c'est autre chose. C'est bon, t'inquiète! Vous pouvez me malmener autant que vous voulez! Non, on n'est pas. On ne va pas perdre de vue nos objectifs. C'est quoi que je suis en train de faire? Non, oui. Il y a pas de soucis. 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 Il y a pas今のうちに頭の中を整理しましょう。On accepte de collaborer. Magnifique! La réponse arrive plus vite que prévu.
partir maintenant, on est dans le même bateau. Voici un petit quelque chose pour notre collaboration à venir. 100 000 crédits. C'est tout? Pas beaucoup. Je vais encore 100K, monsieur Pazodas. Oups, j'ai jamais trouvé de se l'envoyer. J'ai un petit supplément pour te souhaiter bonne chance. Comme prévu, la famille va se contenter de glisser l'affaire Robin sous le tapis aussi longtemps qu'elle peut se le permettre. Bon, son cas doit rester un secret entre nous. Pour ce qui est de l'autre affaire, il reste à voir les excuses qu'il prévoit me donner. Ou alors, je dois m'éclipser. J'ai hâte de voir vos prouesses. Aventurin wa voilà, kono kekka ni manzoku shi. Pour nous avoir son habituel sourire à dur. Ou comment avoir du pot de vin. Ah, soyons honnêtes. Hein.何もかも突然すぎない？なんかロビンさんは死んでなんかなくて、まだどこかで元気に生きてるような気がする。全部ただのいたずらだったみたいに。だってこれって夢の中だよね。なんで夢の楽園で人が死ぬの？いいことしか起こらないはずでしょ？ああ、あの大劇場を見ると。 Alors, est-ce que tu penses que la famille est derrière tout ça? そういうわけじゃないよ。だってファミリーがいたからこそ、今みんなを笑顔にする夢が存在するんだもん。ただ、あの人たちのことがよくわからなくなってきた気がして。 町の人たちは相変わらず楽しそうにしてるし、何が起きてるのか誰も知らない。なんか実感が湧かないな。まるで蛍やロビンさん、それにうちらも別の世界の人みたい。ああ、むしゃくしゃする。冷たいソーダでも飲んで落ち着きたいの。でもそれじゃあ町の人たちと同じになっちゃう。 Ah, ils étaient là, je les avais même pas vus. Crocboy, nice! Aventurin-san no kotoba no naka de mou hitotsu kininatte iru koto ga aru. Kare wa nani mo shouko ga nai joutai de ano junkai ranger ga Robin-san o koroshita yōgisha da to kokuhatsu shita. Daga kanojo to kiyoku iki mimu no kankei ya naze kimi no soba ni senpuku shite ita no ka nitsuite wa hitokoto mo furete inai. ここまで明らかに根拠のない推論は、君の信頼を得る役に立たないどころか、かえって怪しまれるだけだ。 Aventurin a-t-il d'autres pas en tête? Oui, évidemment. もしかすると、アベンチュリンさんの目的は、最初から信頼を得ることではなく、君にヨミさんに対する疑念を抱かせることだったのかもしれないな。そうすれば、状況はさらに混乱して、彼の望む結果になる。 ただ、来ると言っていたはずのアナイア・レイト・ギャングが消息を絶ったことについては、列車に残っている炭鉱にも確認した。これはアベンチュリンさんの作り話ではないようだ。ところで、君はこれまでに何度かヨミさんに接触しているだろう。彼女はどんな人なんだ？ Mystérieuse? Étrange, n'arrive pas à me souvenir. なるほど。 確かに典型的な巡回レンジャーのイメージと一致するな。あの連中は不思議で捉えどころがない上に一匹狼でいたがる。疑われるのも無理はないな。Étrange, on a eu le truc de rouge comme si notre mémoire était modifiée.